この動画ではヤマハのシンセサイザー MODX6 を紹介してみたいと思います。この MODX6 はヤマハのフラッグシップシンセサイザーモンタージュの DNA をギュッと凝縮した製品になっていて、本体非常に軽量です。かつコストパフォーマンスに優れているんですが、フラッグシップモデルの音質や機能といったものを受け継いでいるという非常に魅力的なシンセサイザーになっています。では実際に触っていこうと思うんですが、パッと見るとボタンやスライダーがたくさんあって、なんか操作が難しいんじゃないかと思われてしまうかもしれないんですが、非常に簡単です。タッチパネルを使って音色を切り替えたり、目的の機能にアクセスすることができるので、非常にスマートに操作することができると思います。例えば音色を選ぶときにも、まずカテゴリーボタンを押すと音色カテゴリーがここに表示されてきます。今ピアノでアコースティック選んでいますので、その画面の下側にはアコースティックピアノの音色だけが並んでくるよと。こんな形でタッチパネルでスピーディーに操作することができるようになっています。他にもエレクトリックピアノやオルガン、ギター、ベースといった形でですね、主要なカテゴリーごとに細分化されていますので、目的の音色スピーディーに探すことができるかと思います。ちょっとまずはアコースティックピアノの音色を聞いてみましょう。非常に臨場感のあるサウンドになっているかと思います。聞いていて非常に気持ちいいです。そしてこの音色、一つ秘密が隠されています。今はアコースティックピアノの音色ですが、こちらにある大きなダイヤル、これを回していくとどんどん音色が変わってきて、一番右側まで回すとですね、エレクトリックピアノの音色がに切り替わったよという形になります。これをダイヤルによって2つのミックスバランスを調節することができると。この MODX6 には2つの音源が収録されていて、1つが AWM2、 そしてもう1つが FMX という形になっています。今の音色の例でいきますと、アコースティックピアノの音色ですね、これはサンプリングを使った AWM2 音源が使われているんですが、右に回した時に切り替わるこの FMLB の音、これは FMX という音源が使われているという形になります。それぞれやっぱりシンセサウンドとアコースティック音源というのは特徴がやっぱり違いますので、それぞれに専用のエンジン、音源を持つことによってよりハイクオリティなサウンドを再現しているという形になっています。ではこのオーディション機能を使っていくつか音色聞いてみたいと思います。具合にアコースティック系定番音色から今みたいにこう EDM 系の最新のサウンドまで、かなりいろいろな音色が網羅されていますので、この MODX6 で出せないサウンドはないと言っても過言ではないかと思います。そしてこの MODX6 の大きな特徴が、リアルタイムに様々なサウンド効果を与えながらパフォーマンスが行えるというところです。今こういったシンセサウンドですけれども、この大きなノブ回すことによってシンセサイザーならではのフィルターのサウンドを再現することができるんですが、これは特定の一つのパラメータをアサインするというものではなくて、複数のパラメータの組み合わせを一つで操作することができるという非常に賢いつまみになっています。そしてパラメータの動きをシーケンス上に保存しておいて、それを簡単に呼び出すことができるのがこのモーションシーケンスという機能です。今普通に弾くと普通のシンセサウンドですけれども、ここでモーションシーケンスを入れて弾いてみると、
通常のライブ演奏では難しかった音楽制作ならではのこう特殊効果というものまで再現できるというのがこの MODX 面白い点かと思います。そしてこの MODX6 をライブで使うときに便利なのがこのライブセット機能です。ライブセットには自分の好きな音色を配置しておいてタッチパネルで操作しながら音色を切り替えていくということができるようになっていますので、事前にこちらにプリセットを組んでいくことによってライブ時の音色切り替えというものをかなりスピーディーに行うことができるかと思います。今回紹介した機能というのはこの MODX6 に収録されている機能の中のほんの一部分でしかありません。その他にも例えばパソコンと連携して音楽制作に使う活用するといったこともできますので、ライブから制作まで幅広く使うことができるシンセサイザーかと思います。